YouTube やめたかって部屋金持ってんだこのやるんだってそれやめた方がいいあれやめた内藤さんでも1日で4000時間達成したんですよね4000時間、ね、あ1日で4000時間っておかしいだろ。1日の配信で、ね、みんなも再生見てくれるから7500ぐらいさ、1日で7000いくら、1日で7000時間、それはでも本当に大したもんですよね。大したもんだよ内藤さん。それ要はでもアンチも含めてでも人気じゃないですか、はい、そういう自分の人気は何でだと思います。これがまあいいと思うんですよね。逆らわないで生きてるっていう、逆らわないで今ちょっと勉強しながら、はい、本当 YouTube って真剣に配信して頑張ってるんですけど、今でも本当まあ悪かったんですけど、そのうち諦めるよとか言われたので、はい、真剣に今ちょっと別に配信者としてちょっと頑張って、まあ、頑張ってまだ4日なんですけど、なんでその殻残してんの？食べるんですか？いや俺でも見て、これだけ食ってる、これだけ食ってねえけどさ、これっか、普通の人間はあんま食わないですよ、普通の人間はね、はい、まあ、めちゃくちゃいいから、はい、うちは食いますけど、早く食べちゃわないとおかずなくなっちゃう、はい、別に大丈夫です、俺は残ったもんを食うぐらいで、はい、大丈夫、はい、これかじって食べるの？殻も殻食いんですか？いやいや、もう最下位全部カラカラ何でも食っちゃったじゃん、はい、俺はゆっくり噛まないんだよ、早く食べようと思うとこう歯茎痛めちゃう、はい、歯大丈夫だけどバイキン入った歯そうそうじゃない、もっと前から昨日と一昨日から。内藤さんはあれですか、今んとこ YouTube だけで食えてるんですか？ちゃんとこれだけはもうみんな先輩って言われてるんですけど、バイクの仕事絶対やめんなきゃ。でも今まではもう YouTube だけでも食ってきたでしょ。頑張ろうと思えばですね、スパチャーだけで1日で30〜40万投げてもらえる、はい、今本当は本当に自分がダメになってしまうことが分かってるので、バイクの仕事やりながらって内藤さん、何ですか、その噂上では KGB の人に反対されて YouTube やめたんですか？そうですね。ああ、そうなんですか。やはりまあ、相手の気持ちみんなに言われて、はい、手から座って、うん、まあ、たまに相手ともいいんだったら、こうやっていいかどうか、言われて、うん、納得しないって言われて、自分の中ですよ。なんで、まあ、ヤジに、喧嘩して逃げた人間で、あんなやつ知らねえって刑事のやつを言い出して、なんであんなハッタリ野郎と俺がつるんでんだって言われたんですよ。じゃあやめてくれっていうきっかけでそういう感じになって、まああれはそういうこと言われた、まあその気に入りした人間やと思うんですけど、刑は言った、それでまあやめる方向で俺らの気持ち分かってくれって感じで、自分がいきなり刑事としてと意外揉め出したの不思議でしょうがないんだよね。本当何がきっかけなのさっぱり分かんない、未だに分かんない、うん、タイソンと揉めたことによって圭吾氏がそれに対してちょっと異を唱えたの、うん、ああなるほどね。でも圭吾氏今未だにタイソンと仲いいじゃん。そうですね、今このあれで出ました、タイソンで出ました、圭吾は出ないけど、いや出ないね、圭吾は出ないんだ、圭吾君出ないんだ。僕はもう今は自分の放送じゃないから何も出してるんですけど、出すなって言われてるので、動画見んなって言われてるので、で前まで動画見たらもうたまたま飲んだけど冷えちゃうので熱くなっちゃうでしょ、ごめんなさい、やっちゃうぞってなっちゃうんですよ。で圭吾君もまだ動画で返してくるんでしょ、それでやると、で僕そうなると1分間とか10回ぐらい出すんですよ出たら完璧に出てないですか、全然俺やらんだったんですよ。いや結局多分ね、なんだろう、その見ちゃうと熱くなっちゃうから、で自分で言ってれば言ってる方がどん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 熱くなっていくからだと思うよ、はい、であっちが向けたら結構圭吾君は YouTuber 上でやるタイプなんですよ、うん、で面と向かっては言わないけど、結構こうネット上で圭吾君も言うから、だから俺別に本人はそうやって配信してる分には俺はいいかなと思って、
ほらたまにこのドラゴンの佐々木とかどこのディスったりこうやって言ってるのは大丈夫かな、何大丈夫だよ、なんでか分かる、俺敬語だから、敬語だから、だから許されるんだって、うん、まあ、そういうふうに言うのも別にいいと思うんだ。だからでもじゃあ何かで会った時にその礼を死してないからいいと思うんだ、礼儀正しいしさ、うん、だから、うん、一番大事だった時になんかこう同い年と稽古し、なんか10歳からもう幼馴染みたいなもんで言ってんのにどうしちゃったんだろうって、どうせ俺すぐ仲直りすると思ったけどね鳥がまさか未だにしてないとはびっくりだ俺が。いやでも俺から言わせると すぐもすぐじゃない、もうどっちにしろ短期間じゃないですか。まあそうだけどね、まあ、ものすごい短期間だから別にまあいいんじゃないのかな、うん、だからそれで最初週末に行けばいいんじゃないの。いいね、うん、だって自分もお酒飲まない冷静に考えると、はい、ケイゴ君と喧嘩なんか考えたことないでしょ。ないですね。そうでしょ。でもそのたまたまその配信を、いや配信見ちゃうと絶対頭くるから、もうまたケイゴ君配信だとさ生意気そうに言うんだよね。それ見ちゃったからもう電子ですから、ね、多分それも出ちゃったら本当に喧嘩なっちゃうよ、ね、うん、全然大丈夫です、うん、これ食べちゃいないよ。はい食べますよ、ね、え、うん、食べます、はい、今あれない、いやだから昼の段階でなんかその内藤さんが今のところはあれだっつってただけなんで、まあ別にいいとは思うんですけど、まあ別にいずれ小山さんともまた仲直りするんですか、それも分かんないですか今のところ。いや仲直りするでしょ。今は考えてないですけど、お互いのそのタイミングがあると思うので、うん、大丈夫か、何もわかりました。じゃああれ小山さんのことは今の現状だとガチなんだけど、はい、要はタイソンさんとのことは今のところプロレスって感じですか。いやちょっともう一年近いここで青島チャノンさんが拾ってるんですけど、初めにやったのは自分が悪い、それ本当にプレスコックだったんですけど、そのプレスコックからプレスコックになくなってガチになってしまって、はい、すいませんちょっとだけ戻っていいですか。今俺本当に何言ってるか分かんなかったです。え、あ大丈夫ですか。最初はプロレスだったんだけど、その冗談じゃないですか。そのプロレスがどんどんマジになっちゃったから、そういうこと、事態がちょっと冗談じゃなくなって、それ別に遠慮しなくてもいいからちゃんと言った方がいいや。なんちゃこれも今何言ってんだって分からないですか。内藤子がちょっと待ってるようになってきてる、このようにツヤツヤするんじゃないですか。常に飛びながらさえ喋ってます。いやいや、そういう問題じゃなかった、そういう問題じゃなかった、そういう問題じゃなかった。なるほどなるほど、内藤子が分かってました。内藤子が難しいの。なるほど、はい。あ、じゃあ今は一応プロレスではない感じではあるってことですね。今は正直2人とも、はい、まあ、トークさんとかやって、はい、相手にするなって、はい、相手にしません、はい、うん、対話もしないし何もしないし、自分の発信では一切生身になってことは一切言いませんので、はい、もう話も出てないですから。じゃあでもちょっと突っ込ませてもらうと、それでもタイソンさんの方が先にもう内藤さんは相手にしないって言ってるから、いや結局なんだろう、この多分タイソンとは今はもう喧嘩してないのは、はい、電話かけるとタイソン氏は電話出るからだよ。あ出るんですか。だから圭吾君はもう内藤氏が電話かけても出ないから、はい、未だにこう仲直りできてないっていうだけで、だから要するに男なんていうのはさ、はい、まあ、圭吾君もそうだけど、はい、電話出なきゃダメだよ、うん、これ以上言わせてもらって、はい、これが昔の撮影の売りだからですね、うん、あれにぶっかつくと思うんだけど、なんか自分が都合悪くなって、いやあれにそれはこうで電話出なかったやつ、それ、まあ、その辺はまあいろいろあるんで別に空気入れたいわけじゃないんですけど、喋ったら最初決めたの、はい、叩かれたの、余計なこと言って、もう尻に敷かれてるってことですね。もうそうだね。でね、今内藤氏今こんな興奮して喋ってんでさ、なんか急にさ言葉を失ったように喋れなくなっちゃった。どうしちゃったんだろうと思って。いや今これじゃん手のやつで、まあ、一言どころかね、二言三言多いんですよ。私も多いけど、それを上回ってくる。あれはよく、それは聞いた方がいいじゃん。うん、はい。
まあウリ君はそのアウトローを超えたちょっとところにもいますね。いやそれちょっと言い方間違えてるよ。まあまあまあ。ほら。いや。